はいどうも皆さんこんにちは、お久しぶりです。モッティです。ということでポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアのシングルレートの、第6世代シーズン9ですね、実況プレイでございますと言いたいところなんですけども、実はですねシーズン9終わってしまいました。でなんでかというと、まあ、終わってしまったのは公式が終わったからなんですけど、ですね、この間ですね、約10日間ほどですね、パソコンが、故障しまして、完全にぶっ壊れまして、まあ、ハードディスク等々も全部ぶっ壊れてしまいまして、まあ、実況動画の収録編集等々全くできない状況にありました。はい。で、まあ、インターネットも全く繋がんない状況だったんで、ガラケーしかなかったんで、もう本当ネットもできなかったっていう状況の中で、もうあまりにも悔しくて、ひたすら裏でポケモン潜りまくってました。はい。結果、先にネタバレしてしまって申し訳ないんですけども、シーズン9ですね、私最高レート1977まで行きました。なんで動画にできてねえんだよっていうね本当に2000にはね届かなかったんですよ。1920、30ぐらいからなかなか上がんなくて、やっぱそこら辺からはもう強しか人しかいなくてね。でまあそのレートに行ったのも残りあと2日間ぐらいだったんで、もうだんだん上の方が抜けてっちゃってね、もう2000行った人はもうやらなくなるじゃないですか。抜けてっちゃって、だんだんもう下としか当たらなくなって、バーッと下がっていって、まあ結果最終的に1800台になっちゃったんですけど、まあでも、まあ1977、まああれでしょう、なかなかここまでのレートの人いないでしょ。まあ、なことねえか。まああれでしょう、ポケモン実況者は2000行って当然だと思うけど、僕はポケモンもやってるけど、周りもやってますよ。いろいろやってるからねっていう。中で、まあそんな話は置いといて、ちょっとごめんなさい、話がなくなっちゃって。まあ、一応そういう戦いの中で、1900台に乗った試合が、まあ何試合もあるわけですよ。その中で、まあ、面白かったなというか、という試合とか、まああとは、試合ごとの区切り、レートごとの区切りで、あ、この試合はちょっと出したいなという試合を、バトルレコーダーに撮っておきました。はい。なので、ちょっと普段と若干違うと思うんですけど、向き的には。ですけども、まあ、実況つけながら、あと解説しながらね、やっていきたいなと思います。まあ、後付け実況、僕非常に苦手なんで、ちょっとどういう感じになるかわかりませんけどもね、まあ、ご紹介していきたいなというふうに思いますと。いうことで、まずは1試合目。こちらですね、レート1900乗ってすぐ、なんと相手の方、2000超えです。2000超えてました。2020いくつだったかな、この時確か。で、おい、久々に2000台と当たったわ、みたいな。前ね、前のシリーズはシーズン2000、一人当たったんですけど、今回ちゃんと、また、ようやく当たって、お、これは楽しみだなっていう試合をお送りしたいと思います。私の手持ちは、ヒードラン、クレセリア、マリルリー。で、向こうの、名前はあれですけどね、バーシャーも、ガブリアス、ギルガルド、行ってみましょう。はい。ということで、早速、対戦よろしくお願いいたしまーすと。さあ、相手の初手ギルガルドですね。で、こちらはヒートワン。はい。さあ、まあちょっとこのパーティーの解説はですね、またシーズン10になったらしていこうかなと思います。さあ、相手はやはりこのタイプ、ヒートワンを嫌っての、バック、ガブリアス。さあ、こちらは、対抗者メガネですね。なんか、メガネがバレているような動き方ですね。はい。で、ヒードランこちらはさすがに不利なんで、ガブには行けない、突っ張れないんで、クレセリアを負けましたよと。ただ、ガブが、ステロを負けますと。まあ、ステロそんなに刺さるパーティーじゃないんですけどね。まあ、向こうとしてはやっぱなんか突破法があるんでしょう。さあ、クレスを見て、やはりガルドをもう一回ここで、まあ、投げてくることは読めているので、ここでトリックルームを発動していく。これがね、なかなか味わい深いですよ、この技。さあ、クレセ、一回行きましょう。まあ、ここはね、普通にバックで、マリルリか。マリルリを投げた。ここはなんでマリルリを投げたんですかね。ちょっとわかんないですけど、尖った岩。はい、刺さっていく。さあ、ギルガルドのシャドウボールかな、ラスターカノンかな、シャドウボールが、やはり、ね、クレセリアに対して効果がするんですからね。あれ効かないな、マリルリ。そうなんです。このマリルリ、直帰来てるんで、全然効きません。シャドウボールなんか。しかし、D ダウンを引いたらさすがに来るし。叩き落とすで、ガルド抜かれ調整、マリルリ。いやー、いいですね。完璧です。さあ、ギルガルドこれで倒していった。びっくり、クマロ。はい、防塵ゴーグル持ってました。いやー、これが2000ですね。防塵ガルドは、相手のパーティーなかなか草浮きいなかったと思うんです。さあ、なんと、馬車を投げて馬車を引っ込める。ガブリアスを、
投げて、でこのマリルリを倒したかったんでしょう、完全に釣られました、滝登りでバブリアスが落としきれないんですね。このサメ肌ダメージで食らうんですけども、ただサメ肌では落ちなかったね。はい、そしてマリルリここで引きます。え、なんでなんですか、ステールスロックがあるんですから。突っ張ってアクジェでガブと11交換したらいいじゃないですかね。さあ岩石封じ、まあ、ここは何を読んでたのか、ドランなのかクリセラなのか、まあ、適当に読んでたんでしょうね。はい、素早さが落ちてしまいますと。あ、で、ここで歪んだ時空が元に戻って、改めて、ここでクレセリアを投げるわけですか。さあ、向こうは突っ張ってくるでしょう。さあ、そして、激鱗が、来るわけですね。ここ地震でも良かったんだろうけど、まあ、クレセリアが飛んでくることも考えての、まあ、激鱗だったんじゃないかなと思います。さあ、レート2000のモサに対してラスト1匹まで追い詰める。さあ、相手1匹バシャーマ、おそらくこれはメガ進化。だいたいそれは分かっていたこの選手なのでというところで、さあ、なかなかね、バシャーマとしてはかなり辛いですね、向こう側としてはね。さあ、フレアドライブで、これだけクレセリア体力があるが、残るんだな、これが。さあ、しっかり受け切って、反動とゴツメダメージ入れて、トリックルームを決めると。さあ、ただまだトリックルーム決めただけだと、まだ向こうにも全然勝ち筋はあるわけですよね。ヒードランに、格闘技も受けるわけだし。というところで、一回ここで守る。この相手の守るは、あれですね、ターン稼ぎの守るです。さあ、残念でした。はい、三日月の前で、ぴょんぴょんぴょん。あー、クレセリアがぴょんぴょんするんじゃー。ということで、もうこうなってしまったらね。向こうだんだん加速していきますから、こちらがどんなに早くても置いといたとしてもね、バシャモの方が固定になってしまうということで、マリブリ。いやー、これね、しかもね、三日月の前が先に発動してくれるっていうのはなかなかいいよね、ステロより先にね。はい、って言ってる中で、対戦ありがとうございましたと向こうの方が降参されたね。どうですか、結構いい感じにすんなりね勝ったでしょね、動画にしたかったです。いいこと喋ってたんですけど。結構いいこと喋ってたんですけどね。はい。さあ、ということで、じゃあ、二つ目、ご覧いただきましょうか。二つ目はですね、これ、あ、これじゃないかな。もう一個これかな。あ、これですね。はい。この手持ちだとわからないと思うんですけど、こちらのパーティー6体と、向こうのパーティー6体がですね、完全に一致したっていう絶対面白いじゃないですか見せ合いの時点でふわってなるやつね。あれみたいなね、いうバトルでした。まあ、性質は違ったんですけどね。そんなパーティー見せ合いのタイミングでミラーマッチ、果たして結果はどうなったのかご覧いただきたいと思います。まあ、お互いにレートが1900、まあ、前半かな ?1930、40ぐらいの試合だと思います。さあ、こちらの初手はメガヘラクロス。あ、言っちゃったんだ。向こうはガブリアス。まあ、ね。ここは、まあ、ガブリアスを見たらとりあえずクレセリア投げとけっていうのが、まあ、最近の定説ですね。さあ、相手は激鱗でそのまま突っ込んでくる。お、ハチマキガブリアスか?やべえ、ハチマキだと受けきれない。あ、ハチマキじゃない。わかりました。さあ、5つ目ですね。5つ目のダメージが入って、まあ、向こうは激鱗なんで止まらない。まあ、ここからしっかり受け切れるよね、と。はい。さあ、そして、クレセリアが、ここで、あ、ガブリアスピヨってくれました。さあ、相手の持ち物はラムだったってことがここで分かったわけですね。まあ、やっぱラブガブは結構ね、このパーティーだとすごく使いやすいんですよ。僕のガブリアスも入ってるんですけど、ラムです。はい。さあ、ここでトリックルームからの月の光で一回ここは様子を見ます。はい。まあ、別に様子見なくてもよかったんですけど、全然。相手のちょっと攻撃の試合ですね。お、剣の前で、無理やり、まあ、交換読みも兼ねてたんでしょうが、まあ、積んできたというところで、さあ、ここで満を持してのマリルリが出ていくわけですね。まあ、クレセリアは取っておきたいわけですよ。はい、そして剣の前で、これでもうクレセリアをもう無理やりにでも突破していこうっていう相手の筋が見えたわけだ。さあ、そこに対して、じゃれつきが入っていくと、いう感じですね。まあ、このじゃれつくが入ったことによって、相手にこのマリルリが重いんだなっていうのが分かったと。さあ、そしてヘラクロスとマリルリも、やはり、トリックルーム化だと、マリルリの方が遅いわけですから、まあ、つまりマリルリの方が先手を取れるわけですよ。ってなってしまったら、あとはもうじゃれつくを外さなければ、
勝てるなというところで、じゃれつくを当てていくんですね。外れると思ったでしょう。当てるんですよ。あ、やめて、あー、うわー、うわー、やめてくれー、うわー、どわー、やめてー、マニルにさすがにそれは、急所当たっても当たっても変わんない、死ぬー、それは死ぬー、あー、っていうことで。まさかまさかでしたね、展開的にね。さあ、これはまずったんじゃないかなというところで、さあ、果たしてどうなるのかと、ここで時空が元に戻ったところで、まあ、メガヘラクロスってヘラクロスですからね。まあ、ヘラクロスの方が先手取れるはずなんだが、ただ相手の素早さぶり次第で、もしかしたらこっち先手取れないかもなっていう、こう、ちょっと不信感を抱きつつ、あ、やっぱり先手取れたらよかったよかったってことで、とりあえず、タネマシンガー行って、確実にメガヘラを倒したというところでさ、相手のラス1は何だというところですよね。さあ、ラスト1体はマリルリだと。じゃあマリルリ投げればよかったんじゃね、ちょっと思ったんですけど、まあ、対戦ありがとうございましたと。いうところでございました。だから、うまーくこうトリックルームのターンを使って、相手の素早さが速いポケモンは先に倒して、最後は、ね、ターン戻ったタイミングでうまく、逆に上から叩くことがうまくできた試合だった。なんかミラーマッチでやっぱ勝てると気持ちいいですね。なんか、実力で勝った気分になれる。いうところでございましたと。はい。ということで、こちら動画、もうちょっと続きますので、まあ、ぜひともご覧いただきたいと思います。シングルレート、シーズン9最終版の BV 編でございました。以上、モッティでした。